殿の200に向かっていただきます。あと少し踏ん張ってくださいと伝えて。うん、左は順調ですが右が手こずっている。ということは次期八幡は右に重きを置いているのでしょう。おそらくは。ならば八咫烏隊には左に出向いてもらい、斎藤様の後押しをいたしましょう。そうしましょう。というわけで雀さん、お盾型左翼へ聖者さんよろしくお願いします。それは頑張るけど、しのちゃんもしずくちゃんもすずめたちをあちこち行かせすぎだよ。そこはほら、お給金のためですよ、すずめちゃん。鬼あやかし、しずくちゃん。ではよろしく頼みます。しのちゃんも鬼だよ。まあ、お金のためは分かってるけどさ、スズメもう疲れたんだよ。う、痛い痛い。お姉ちゃん耳引っ張らないでってば。分かったから。お給金高くつきそうですね。アキコさんとの交渉は私たちの仕事です。しっかりと経費を出してもらいましょう。ケンスケ隊も台所事情はなかなか厳しいですものね。頑張りましょう。あの、お二人に確認したいことがあるのですが、よろしいでしょうか。はい、何なりと。その、戦況を見るに、今は我が方が有利だと確信するのですが、私の見立ては間違っていますか。いいえ、我が方有利のお見立ては間違ってはおりませんよ。ただ、ただ、以前、戦は生き物だと申しました通り、たとえ今が有利だとしても、その利は一瞬でついえ去ります。それが、戦の怖さなのです。ですから、有利なうちにさらに利を稼ぎ、最終的に勝利をつかみ取る必要があるのです。慢心は禁物ですよ、クー様。はい、その通り。雫殿は戦の何たるかを分かっていらっしゃる。この越後切手の器量人、樋口愛菜兼継が褒めてあげましょうぞ。えらい。はあ、でも愛菜ちゃんが越後切手の器量人とすると、空様より器量があるということになりますよ。決してそのようなつもりでいたわけではなく。ちゃんと分かってるから大丈夫だよ。クーザワー、しずくはなかなかにひどい人です。そんなつもりはなかったのですが、なんだか悪いことをしてしまいましたね。まだ若いアイナへの愛の無知ということで良いかと。無知になってくれるといいんですけど。さて、シノ。ええ、そろそろ仕上げの時期でしょう。しかし、まだ何か一つ足りない気がしますね。そうなんです。二の丘の兵を動かすにしても、左翼の主導権はすでに握れています。可能ならば、右翼に一波乱を起こしたい。左翼をさらに押し上げますか。いえ、左はこれ以上は厳しいでしょう。ならば一つしかありませんね。やはりここは健介様に動いていただきましょう。別動隊には武闘派の皆さんも揃っていらっしゃいますから。武闘派といえば和葉様は。戦えないと知った後拗ねられてしまって、今は後方でひよさん、コロさん、それにユウさんが面倒を見てくださっていますよ。あの方もなんというか家臣泣かせの自由人ですね。まったくもう。そうですね。でも越後州に幕府への不信を植え付けるわけにもいきません。我慢していただきましょう。そうですね。さて、ざれ言はこれぐらいにしておきましょう。ええ、クー様。はい。
お盾型本陣に向けて本隊を進めましょう。いよいよ決戦の仕上げをするのですね。はい、本隊を前に進め、お盾型にぶつかると同時に一の丘にいる健介隊を動かして砲撃をかけます。その混乱を利用し一気に詰め寄るのが上策かと。利を十分に積み上げられたとは言えませんが、これ以上座していては利を覆す動きに出られるやもしれません。今が決断の時でしょう。わかりました。本体を前に出しましょう。では越後で5番目くらいの器量人、樋口愛菜兼継が梅雨払いをして死んでますぞ。5番目っていまいち勇壮さに欠ける名乗りですね。愛菜、本体の先導を頼みます。お任せあれい。それでは樋口愛菜兼継はただいまより先導の準備を。やはり出てきましたか、直八幡。本隊出陣します。時を置いてはなりません。すぐに前に出なさい。アイナはすぐに準備を。まずは私が前に出ます。しかし時を置いては綱重殿に主導権を握られます。アイナ、あなたは早く準備を。雫さん、篠さんは私についてきてください。それと健介様へ連絡をお願いします。他の人が来てくださるまで私が何とかいたします。よい。素早いご判断、この竹中感服いたしました。お下地に従いましょう。ありがとう。長尾空影勝、これより出陣する。釣られて、いえ、リを守るためでしょうか。実戦経験が少ない中、よくも果断にしてのけましたね。やはりクー殿は北条にとって危険極まりない。この戦で必ずや印をあげなくては。我が率いる木曽内こそは八万菩薩の直参なり。勇を震えや武を誇れ。戦の勝ちは目の前ぞ。行くぞ者ども、この戦必ず勝つ。ご主人様、お盾陣地より北条綱重が、春日山陣地より空様がご出陣なされました。左翼を率いる斎藤智信様の奮戦により、左翼の戦況は春日山方が完全に掌握しております。しかし念のためにと関川に向かったところ、異形の影を見かけたのです。残念ながら詳しい数までは確認できませんでした。どうやらかなりの数が川を泳いでいるようでしたが、おいおい、マジか ?100 人にも満たない小部隊が今決戦に出て行ってもクソの役にも立たねえぞ。悔しくはありますが、チンクシャの言う通りですわよ、ハニー。小部隊を生かすには時期を見ての奇襲しかありません。今はまだ早いのではありませんか。ケンスケ、鬼が乱入してくるって考えてる?はあ、鬼がか。数千人が殺し合っている戦場に来る根性なんざ、あのクソ弱え奴らにあるわけねえだろう。うん、小安ちゃんの言うこともわかるのだけど、健介の考えは違うんだよね。光ってる。
手すりゃ空の決戦の邪魔することになんぞ。いいのかよそれで。わかりましたわ。犯人に従いましょう。しゃあね。ほら、ケンスケ隊、出陣すっぞ。は、ご命令のままに。承知ですぞ。左の動きが鈍いですね。雫さん、ヤタガラス隊はまだ戻ってきませんか？先ほど合図を送りましたから、今少し待てば到着してくれると思います。わかりました。では左はヨシエ殿に特選してもらいましょう。勇気ご判断かと。ありがとうございます。私実はすごく緊張してます。何か間違えそうな時は遠慮なく叱ってください。かしこまりました。でも大丈夫です。クー様の采配とても道に言っておりますよ。ありがとうございます。気を抜いてはいけません。今は目の前に集中を。はい。それにしても次期八幡殿の采配、嫌に鈍いように感じるのですが。そうですね、有名に見合わぬ采配なので私も気になっていたのですが。考えられることは？一つ何かの策、二つ陣中で不測の事態が起こった、三つこれが本来の実力。まあ三つ目はないでしょうね。ええ、今までの采配を見るに可能性としては一つ目でしょう。策ですか。しかしこの状況で施せる策など。びっくりした。ケンスケ様、どうかなされましたか？こちらはただいま、おたて春日山双方の本体がぶつかり、決戦の真っ最中ですが。何かあったのですか？刀は？ですが、ケンスケ様、その刀は。ケンスケ様の刀が光を帯びているのに、鬼はケンスケ様には近寄らず、この地の近くに潜んでいる。なるほど、確かにいつもとは違うようですね。どうしました？ケンスケ様、どうやらケンスケ様のご懸念が見事に当たってしまったようです。こちらは私たちで何とか持たせます。ケンスケ様は我ら本陣の南をぐるりと回り、鬼に砲撃を仕掛けてください。大丈夫です、必ず持たせます。はい。しずく。はい。金ヶ崎のようなことを二度と繰り返さないために。クー様、鬼の出現によりこの戦は混乱を極めることになります。今はお盾方と連携を取り、鬼を殲滅することを考えましょう。そうですね、鬼との戦は
越後を守るための戦なら、夏希ちゃんだって頑張りたいって思うはず。各所に使い番を出しましょう。敵は御盾春日山にあらず、越後を蝕む異形の鬼だと。歌えや歌え、くらえやくらえ、かわいい子たちよ、たんと遊んで大きくおなり、天よ、朕の子らを祝福せよ。座王の君よ、朕は所望するこの日の本のすべてを、そして朕による再生を。扉はすでに目星はつけておる。器よ、早う鍵となれ。鍵となって朕の願いを叶えてみせい。もうすぐじゃ、もうすぐ都に戻れるのじゃ。そのためにもこらよ、たんと食べたんと遊び、朕の願いを叶えておくれ。報告をしっかりせんか。勝って、こんな時になぜ鬼などが。兵の強行を抑えよ、組頭のもと一丸となって鬼を蹴散らせ。木備えだけならばこのようなことはないものを。お姉様、私が行きますわ。な、無茶です。あなたにできるはずが。できるできないの話ではありませんの。私は長尾美久影虎の幼女、影虎の名をいただく者として、越後州の危機を見過ごすわけには参りませんの。しかしあまりにも危険な。今度は何です？クー殿が？通せ！このような時に面倒な。口上は良い、要件を言いなさい。手を携えですって。お姉様、どうしました夏希。今はこの通り、あなたと話している暇は。使者殿、そのお申し出、この北条夏希影虎お受けいたしますの。夏希、何を。おぼろお姉様こそしっかりするですの。今目の前に越後への危機が迫っておりますの。北条の誇り、北条の思惑、それらの大切さは私とて分かっておりますの。でも私、北条夏希影虎は長尾美久影虎の幼女。たとえこの身に北条の血が流れていようとも、私は越後を愛し、越後を守る者なんですの。私は空様と手を携えて越後の鬼を退治いたしますの。それは私の義務ですもの。おぼろお姉様、今までお世話をしてくださいまして本当に感謝いたしておりますの。でも夏希は越後のために行きますの。ごめんなさいとお母様にもお伝えくださいまし。夏希、あなたは
それでは失礼つかまつりますの。誰かある、夏樹が旗を天高く掲げてくださいまし。皆の者、クー様との戦はもはやしまいですの。これよりは手を携え、越後の未来を守るため鬼との戦を敢行いたしますの。恐怖に負けてはなりませんの。臆病になってはいけませんの。さあ皆の者、この夏樹影虎についてくるですの。やれやれ、あんなにも可愛らしい劇を聞かされたら助けるしかなくなってしまうじゃないか。本当にいいのそれで。ああ、一所懸命な少女が絶望に泣く様なんて見たくはないからね。まったく、任務と真逆のことをしちゃうなんて天球様に叱られるわよ。こういうのは嫌いかい？そうね、そういうとこ好きかもね。そうかい。ならば我らも行こう。幼き姫君たちを守るために。え？越後の勇者たちよ、ひるんではなりません。我らは越後を守るために戦い抜きましょう。クー様、鬼と対峙するときは刀、槍、弓の三種の兵を一組として当たらせることを徹底してください。三人一組ですか？はい、我ら剣助隊が鬼との戦いで編み出した戦い方です。必勝の策というわけではありませんが、兵の損耗を軽減できます。刀を持った足軽は主に鬼の足止めを行い、中距離から槍で鬼の体力を削るのです。そして弓は周囲の警戒を主とし、3対1が崩れないように牽制する。そうすれば足軽でさえ鬼と対等に戦うことができます。なるほど、それは理にかなっていますね。おたて、春日山を問わず鬼との戦ではこの方法を徹底するよう各所にお命じください。わかりました。みんなよく聞きなさい。鬼と対峙する場合は刀、槍、弓の3人で一組を作ることを徹底しなさい。刀を持つ者は鬼の足止めだけを考えなさい。槍を持つ者は距離を取りながら鬼の体力を削りなさい。弓を持つ者は周囲を警戒し3対1の体勢が崩れないように注意するのです。さすればいかに強い鬼とて誤することはできるでしょう。鬼の牙から民を守ることができるのは私たちしかおりません。万有を誇るのではなく、確実に退治することこそ越後を守ることにつながるのです。だからこそ皆自らの命を、友の命を大切にしながら鬼と戦ってください。これでよかったのでしょうか？はい、素晴らしい劇でしたよ。大丈夫、自信を持って越後衆を率いてください。はい。クー様、夏樹ちゃん、北条夏樹影虎、クー様の呼びかけに応じ馳せ参じましたの。ありがとう夏樹ちゃん、呼びかけに応えてくれて。私とて越後を愛する者、鬼なんてものにこの越後を好きにはさせたくありませんの。一緒に頑張って鬼をやっつけよう。はいですの。なんですぞこの音は。地震のように地面が揺れているとは何事だ。この揺れは、クー様、夏樹様、アイヌちゃん、今すぐ一箇所に集まって、鬼が来ます。鬼が来るですと？しかし一体どこから？足元、地中からです。
には任せます。旗本衆はこちらに集まってください。皆様の主を何が何でも守るのです。鬼を倒すことを考えるのではなく、主を守ることだけを第一に考えてください。少し耐えれば必ずや援軍が来ます。それまでの辛抱です。が、頑張るですぞ皆の衆。この越後切手の我慢強さを持つ樋口愛那兼継がついておりますぞ。どやー。しかし旗本衆の数は100人程度。この人数で大丈夫なのでしょうか。それはわかりません。ですが今できる最善を尽くすことが私たちの義務です。そうですわね。その通りですの。私も負けてはいられませんの。鬼のくせに生意気ですぞ。どや。あ、アイナさん、かたじけないですの。なんのなんのですぞ。鬼退治ならこの越後切手の槍名人樋口愛那兼継に任せるですぞ。どや。さすがに3匹同時は厳しいですぞ。誰か援護してくだされ。心得た。おお、助立ち感謝ですぞ。なんのなんの、お安いご用さ。それよりも、おーい、有馬のくすしの君、西の方から馬蹄の響きが聞こえてくるようだけど。え、西、あ、時期を合わせれば面白いんじゃないかな。クー様、夏希様、細葉衆に突撃の準備をさせてください。え、この状態で撃って出るのですか。はい、もう少しすれば健介隊が駆けつけてくれますから、時期を合わせて鬼を強撃するのです。駆けつけてくるって、健介隊の皆さんはどうしてそんなことまでわかるんですの。今は共に余裕もなく連絡もできない状況ですが、健介様は必ずや来てくださると私たちは信じているからです。だから。わかりました。アイナ、危ないけれどお蕎麦衆の指揮をお願いできるかな。愛しのクー様のためならば、たとえ火の中鬼の中、この樋口愛那兼継見事活躍してみせますぞ。どや。いい気合だ。ならば自分たちも助立ちしよう。うむ、どこの誰かは知らんですが、この樋口愛那兼継と共に戦うことを許して死んぜよう。どや。これぞ越後の心意気。どやどや。はいはい、それではどやーっと参ろうか。どやわ、ハニー。おーよ。はいです。ご主人様、関川より上陸した鬼はおよそ500。しかしながら後続さらに増大中です。おそらく越前から海を渡り関川を遡ってきた可能性が高いかと。
未だご無事ではありますが、地中より現れし鬼に囲まれ、現在防戦に追われております。しかしながら謎の集団の加勢を得て、今はまだ堅固な防御陣を築けているようです。ケンスケ、戦場が見えてきたの。任せるです。風様のおそば衆、どやっと突貫するですぞ。鬼武蔵森小屋社長吉水産、死にたい鬼はどっからでもかかってこいや。本田綾菜忠勝、名乗る時間が惜しいですから、サクッとやらせてもらうですよ。よいしょよいしょ。何抜け駆けしてんだよ。知らないです。わー、俺の狩り場で6匹も獲物を横取りしやがって。頭きたー。おら、ヘビー、さっさと来いや。おい、こら、アヤナ、俺とこいつでやった数の合計が俺の点数だかな。アヤナはそれでいいですけど、アヤナの価値は決まってるようなものですし。言いやがったな、てめえ。絶対泣かす。鬼どもぶっ殺して後でてめえを泣かしてやる。それはそれは心の底から楽しみです。それじゃ尋常に勝負なのです。ちょ、え、は、あ、あれってもしかして。もしかしなくても森屋の神だろうね。最近声が聞こえなくなったと神官殿が嘆いていたのだが、こんなところにいたとはね。信じられない。神を身に宿すなんて、なんて非常識な。ま、諏訪の小せがれにはきな臭い噂もあるしね。神様だって逃げ出したくなるだろうさ。それにまあ、神様って存在自体非常識な気もするから、これはこれで面白いんじゃないかね。ケンスケ様。ケンスケ様こそ、このような状況の中ようこそご無事で。クー様、夏希様、アイナちゃんも無事ですよ。これも越後衆と健介隊の皆様のおかげです。でもまだ戦は終わってはおりません。すでにおたての夏希ちゃんとも手を組み、越後衆の全員で鬼と戦っています。絶対絶対私たちの手でこの国を守るんです。はい、クー様、周辺の鬼の掃討が完了いたしましたの。わかりました。ではすぐに体勢を整え、反撃に移りましょう。かしこまりましたの。夏希ちゃん、一緒に行きますよ。え？今戦っているみんなのために、この越後の明るい未来のために。だから、一緒に。たとえ生まれが違おうと、国を守るは我らが定め。越後の民を守るため、たける心で鬼を討つ。長尾空影勝、北条夏希影虎、押してまいります。やれやれ、これは厄介な子たちを覚醒させてしまったかな。いや、失敗失敗。失敗だなんてこれっぽっちも思ってないくせに。
まあいいじゃないか。姫様たちが将来味方になってくれるのなら心強いことだろう。もし敵に回ったら？乱世が楽しくなりそうだね。はあ、もう厄介な人ですよ、あなたって人は。そんな一二三でも好きでいてくれるのだろう。そうね。おっと、これはこれは久しぶりだね。そうだっけ？なら、そういうことにしておこう。それが、ただいまお試し期間中でね。陣狩りをして実力を示せば、仕官が叶うって寸法さ。まあ、お姫様たちを助けることができたんだ。淵米500石以上は確定だね。うむ、もう十分香は稼いだ。あとは木陰に隠れて命あっての物種を決め込むさ。だろう。まあそういうことさ。大げさだね。くすぐったいね。それが君の手札かい？本心ね。まあいいさ、人の本心なんざ疑えばキリがない。謝辞はありがたく受け取っておくよ。ああ、そうするがいいさ。何をやってるんだか。ごめんなさい。こたびの任務は春日山のお姫様を助けること。かの人の暗殺は任務にないよ。それはそうだけど、彼の言葉を聞いていると我らにとってとてつもなく大きな障害になるんじゃないかと思えて。だから親方様が段を下し、天宮様を変えずに待機させているのだろう。それは分かってるんだけど、ついごめん。まあいいさ、恋の気持ちはよくわかる。思わず腰に手が回りそうだったのは恋だけじゃない。危険ですね、新田健介。その判断は親方様に任せよう。さあ、自分たちはそろそろ撤収しようか。そうね。ケンスケ様、一体どこに行っていらしたのです？謎の援軍の方とお話になっていたのでしょ？やれやれ、また危ないことを。で、何か分かったのですか？謎の援軍の方々のこと。え、南の虎って竹。失礼しました。けどまさかあの虎さんが越後の姫君の手助けをするなんて。
私たちが持っている虎の印象を大幅に修正した方が良いのかもしれませんね。クー様、夏希様、そしてアイナちゃんが中心となり順調に鬼を押し返しています。もはや風邪の健介隊の出番はないかと。まあ武闘派の皆様は楽しそうに暴れていらっしゃいますが、懸念だった鬼の後続もピタリと止まったようで、このまま行けば一刻程度で鬼の掃討は完了するでしょう。それが、何やら騒がしいと思い来てみれば、このような市議になっていたとはの。まったく、こういう匂いだけはよく嗅ぎつけなさる。言うよ。はあ。鬼だ。鬼がいる。ここには鬼しかおらんぞ。まあ、そうですね。良いな。はあ。もう一度聞く。良いな。お好きにどうぞ。よし。ようやくぞ。ようやく世の出番が来たぞ。楽しみすぎて笑いが止まらんわ。鬼よ、鬼どもよ、この足利久保カズハヨシテルが成敗してくれるぞ。覚悟せよ。越後の民を守るため、足利久保が悪を打つ。世の楽しさを慕って現れた名刀の数々、その身でとくと味わうがよいぞ。くらえ三千世界。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 やれやれ、普段疲れるから連発はできないとおっしゃっているお家流をこうも連発されるとは。ゆうさん、私たち護衛だって言われて連れてこられたんですけど、何をすればいいんでしょう。ふむ、まあ久保様のお楽しみの邪魔をするも無粋というものですからな。お二人にはほれ、これを。この大きな荷物、シュガサニヒモウセンですよ。あれだけ楽しそうにはしゃいでおられるなら、ことが終われば喉がお渇きになられているでしょうからね。ここでお茶会をするんですか。そうですが、それが何か。なんというか、あの主にしてこの家臣ありですね。お褒めに預かり光栄の至り。さてさて、それがしは湯を沸かす準備をいたしますれば、お二方もお早く。了解しました。おーい、みんな、この辺りに布で天幕を張るから準備して。さてさて、これにて鬱憤をお晴らしになれば、しばらくは平穏となりましょう。カズハ様、ご存分にお楽しみあれ。三千世界。どちらかというと鬱憤を晴らしているだけな気もしますけど。ですがカズハ様のご活躍で後続は壊滅しました。あとは上陸した鬼を逃がさぬよう殲滅するだけです。ええ、越後州が団結して対応しています。もはや殲滅は時間の問題かと。そうじゃな、もう十分鬼を殺したゆえ安堵しても良き頃であろう。
おーおー、威勢の良いことよ。だが宙を切ったからといって何かを得ることはかなわぬぞ。いつの間に背後に？ようこそ血にまみれた戦乱の世へ。朕は新田健介を祝福と共に迎えようぞ。吉野に住まう者、じゃが朕のことなどどうでもよいであろう。知ったところで貴様には何もできんのだから。そういうことじゃ。まあこたびは顔を見に参っただけ。今は何をするつもりもないから安堵いたせ。顔をこわばらせながらも軽口を叩くとはなかなか強情でういやつよの。良きかな良きかな。この調子でこれからも精進せえ。朕は貴様を応援しておるぞ。鬼を殺し、蛇を殺し、殺し殺して鬼血を流せ。さすれば鬼血は浄化され、この日の元を美しい世に変えてくれるであろう。良いか、もっともっと鬼を殺すのじゃ。この日の元を救いたいのならばな。言ったであろう、朕は貴様を応援しておると。花に寝て吉や吉野の吉水の枕の下に岩走る音、至福は空いた。荒加賀が据えよ、貴様の働きを楽しみにしておるぞ。消えた。あのものは一体。まだ鬼がいますか？吉野、下がってください。様、この度の戦の勝利、誠に執着至極にございますの。ううん、私だけの力じゃない。夏希ちゃんが力を貸してくれたからだよ。いいえ、私
この度の戦の中、気づいたことがございますの。気づいたこと？はいですの。私はどうやら、自分が考えている以上にこの越後を愛していた。そのことに気づいてしまいましたの。ですから、クー様。私、決めましたの。クー様をミクお姉様の後継者に推薦しようと。なつきちゃん、それは。いいえ、もう何もおっしゃっていただかなくてもよいですの。私も越後を愛する者、これ以上の騒乱は決して益にならないのは承知していますもの。クー様、これからも越後の正当後継者としてご精進くださいですの。この夏木影たら、ずっとずーっとクー様を支えて死んでますの。夏木ちゃん、ありがとう。さあ、越後の衆よ、共に声を上げますの。未来の主をことほぐ応援の声を。夏木ちゃん、クー様、これからもよろしくね。もちろんですの。新田健介ですか。何の用です。偵察ですか。もはや何をするつもりもありません。夏木の中で決着したことを否定するつもりもない。あの子がそれで良いと言うならば、私が口を出すことなど何もないでしょう。それは私の考えるところではありません。この結果を受けてご本庄様が考えることです。あの子の身の安全と幸せが私たちにとって最も重要なことですから。ええ、もはや越後に用はありませんから。そうかもしれませんが、越後からすれば旗迷惑なことでしょうね。そうですね。私たちはこれからどういたします？承知しました。いつもと勝手が違う分、苦労することも多かったですが、やりがいのある戦でした。ありますよ、きっと。だってあなた様があんなにも頑張ったのですから。お頭、準備整いましたよ。春日山に向けていつでも出立可能です。